ようこそエンジョイチャットへ。チャットルームを選択してください。パスワードを入力してください。
ようこそ電脳空間の楽園エデンへ。エデンはメタバースにおいて革新的なサービスの数々を提供する新世代型デジタルコンテンツです。ショッピングから映画などの各種エンターテインメント、企業間の商取引から行政機関の手続きまで、皆様のニーズにお応えし、皆様の生活の一部となるサービスを本日も心を込めてご案内させていただきます。従来のネット、画面上でのやり取りではなく、アバターを介しての直感的なバーチャルリアリティ体験と、最先端の電脳空間サービスを心ゆくまでお楽しみください。エデンは世界をつなぎ未来をつむぐヒューマンネットワーク、上白エンタープライズが運営しております。
Thank you.
チキンのくせに息そのこんなとああ普通か初めてだよなこっち真田新だま敵もう分かっちゃってると思うけどこれがブルーボックスの中なんかイメージ違くない？あっちだといい感じに面倒見よくって私もこっちで初めて会った時マジビビった不愛想ほらイケメンの無駄遣いアホは放置で頼むわでオタクを俺らを呼びつけたナビット君がいないかえ幽霊さんまそのついで結局それどころか一っ子一人いねいくらクーロンが危険エリやあやあお待たせナビット君だよこれは世界を変えるええ何これハッキングだ俺たち全員ハッキングチッ俺のウォールを簡単に突破しやがったデジモンキャプチャー最近ハッカーたちの間に出まねえデジモンああオタクが今日特定のデータあやっぱデジモンってデジタルモンスターのえじゃあ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 そう言えなくもないまいいじゃん別にいらない あれアンインストールやめとけプログラムにプロテクトすか
これも先へ進めって。どうした？ま、僕そっくりの、それならその幽霊は僕かもしれない。この世のものでは、真相は僕がただ安心するといい。君のような迷い、君はハッカーの証で、いわばハッ、ここにはさまざまな目的を、セキュリティホールを見つけて報告する義賊的なもの、他人の財産や個人情報、本当にいろいろだ。その様子だと、ひな鳥どこ、ハッカーを目指すか、他の何者かになる。だが、君はハッカーに興味を抱いてここまで来て、その結果だったら、試してみるといい。それでいい。では君に、ほら、君の後ろ。
せっかく用意したデジモンに何デジモンならいくらしかし驚いたよこの程度の低いハッカーが悪ふざけで話したかん追いかけるいやなんだって物好きだな単なるプログラム同士の小競り合いそう決めたなら好きにする。より高き葉どうやら君と一緒に戦うつもりらしい随分と手順は狂ったが準備はいいか
デジモンキャプチャーのスキャンを介さずに、ましてや。なんとも奇妙な光景だ。ともかく、それじゃあ。目つきの悪い少年、彼なら そこはかつてエデンのエントランスだった古い。その証拠に、初期タイプの今はプロテクトでロックされていて、そうだな、ここ目つきの悪い彼なら問題なく解除。なぜ驚く？なら僕か。そういえば僕はユーゴ、君が誇り高きハッカー。扉は
よし、いざ勝負。
君と新たとも会ったこ、昨日ちゃ、あれ？なんか、なんだよ今の映像。チクショ。ああちょっともう一人で勝手に。なんだありゃ、まさか噂で聞いたエデンの黒い怪物か。お前らこっちへ走れ。なんこいつのロックを解除する。ログアウトして。おい走る。おい、みんな集中。よし、ロックを解除した。おい、ノキア！でも…わかんねえのか。お前が逃げおせりゃ。おい、ノキアはログアウトした。僕たちを見つけて。ちょっと、あれやばくない？なんだよあいつ、気味悪い。
こら、天下の行動の、ああ、不敬さん、誰が不敬さんだ、誰が、けん、あ、キモ、キモいから。面白い姿をしているな、君は。実に興味深い。乗りたまえ。厄介なことになる前に。おおおい、待て、そこの車、止まらねえの、逮捕するぞ。こら、人よりは奇妙な現象に慣れている方に。こんな現象は、私の声は聞き取れているから。それはよかった。君、そうか、聞きたいことがあるなら。君の体は極めてデジタルな状態にある。もしも本当にそうだとしたら、ここは仕事で探し物をしていてね。偶然通り、自分で言うのもね。今は中野にある私の事務所へ向かっている。いや、ひょっとすると君の友達も。そうか、友達のことは気にするな。とは言う、私は誰か。最初に名乗るべきだったな、君の存在が。私はくっしがない探偵さ。なるほど、経緯は把握した。君が電脳空間からログアウトして出現したという、エデンへログインした場所と同じか、あるいはその付近なのかな。うん、では今こうして私と会話している。肉体から精神データが分離してしまい、それとも何らかの理由で新宿に移動。いずれにしろ奇妙奇てれつな話ではあるが、目の前にまさしく現段階では状況証拠による単純な推理しかできない。早速情報収集を進めよう。まずは君がエデンにログインした場所の現状を確認するのが定石だろう。電脳犯罪事件をはじめ、多種多様な超常現象、君の身に起こった怪異的現象の謎、そして君、何、依頼報酬の件なら大船に。そうだな。さて話を戻すとし、それよりも何よりも前に、その姿ではまっ、じっくりと観察して確信した。しかし君は私の声を聞き、ソファーに、つまりリアル特性を持ったデジ、君の体がデータで構成されているならば、君は基本的にはエデクーロンの放置データの中にアバターパーツのデータが見つかれば上手。問題はその状態。こっちよ。
Thank you.